女だらけの世界女性だけの世界ってどんな感じ議論すれという記事に対するネットの反応どんな世界になると思いますかあなたが思う世界を自由に語ってください宝塚の男役みたいなイケメン女子がモテモテ女のイケメンは本当に綺麗だからな線が細くてまさに二次元キャラみたいに天海雪の奪い合い男という概念はあるのかな異性は存在しないといい認識かな概念あったらしんどいな だってやっぱりイケメンいなくなるのは辛いから AI アイドルできるかな。サイコパスが世の中仕切る。宝塚みたいのが増える。夜道が少し安全になる。今まで以上に容姿に厳しくなるか容姿なんてどうでもよくなるかどっちだろう。男尊女卑がなくなる。女性の男性化が問題になって結局はそんなに変わらないと思う。道路整備とかやってくれる人が少なくなる。暴力と性犯罪は激減するとは思う。減るだけでなくなるわけではない。 小さない境は今よりも増えると思う。他人に寛容な人が日本って少ない試験理の主張だけは強くなってる気がするし。女子校では初めはまだバチバチしたものがあったけれど、理系以外は本かした自由さがあって伸び伸びできた。専業主婦が禁止になるよう。性犯罪や暴力、傷害事件は減る、窃盗や詐欺は増える、楽園にはならないと思う。何にしろ隣近所との相性だわ。 太った人が増える。力仕事に自信がない。電気系も自信がない。説明書は読まない。女同士のカップルや家族ができていく。さすがに滅亡したりはしないでしょう。それなりになんとかなると思う。貧困が増える。男性任せの人が困る。威張る男がいなくなる。ボノボノオスを引き入れる。なんか臭くなる。逆にメイクが楽しくなる。上品さや控えめなんて考えなくてよくなる。 女社会は女性というより子供を中心に回っていくと思うからそこまでおかしなことにはならん気がする。人工精子なら産むことが義務のようになっていくんじゃないかな。そして一箇所に集めて年寄りの肉体労働が難しい人が養育する馬制度みたいなものが復活すると思う。戦争は減りそう。男みたいな女がモテる。とりあえずイスラム教の国がどうなるのか興味があるな。上に立つ人を作らない。 女子クラスでも力仕事得意な子もいたし、いなきゃいないで作り上げると思う。力仕事やインフラをしようとする女性はいないって言うけどいなきゃ誰かやるしかない。そして女性の場合って子供を守ろうとするから子供が苦しむなら手を挙げる人は当然いると思う。災害が起きたらあっという間に滅びそう。女だけで人命救助や復旧作業なんてできるわけないし。無人島の実験は長期的だと実験の結果がより顕著に差がついて出るだけな気がするな。 協力できないのに長期的に集団を維持するなんて無理だよ。結婚とか出産による体の負担がなくなる。国会中継は見てみたい。暴言連発でひどいんだろうな。可愛い,い系より美人系を目指す女性が増えそう。イタリアやアメリカみたいに強い女性の地位が高くなる。逆に日本のアイドルみたいな守ってあげたくなるような雰囲気の女性は減る。ブリブリしてても誰も助けてくれなくなるもんね。 利用ばかり気にしてるのが女性みたいに思われてるけど、安子みたいなタイプの女性もいっぱいいるよ。お局みたいなのが増えそう。それにごまするスネ夫みたいなのも、そんな世界が実際にあったらゾッとする。男が思いつくようなことをやらなくて済む。教育自体も変わるんじゃない。女児しか残らないということだよね。建築したり修繕したり、ライフラインを整えたり工事する人いなくなってぐちゃぐちゃ、乗り物作れる人もいなくなったらどうなるんだろう。引っ越しで女でしかないってかなり大変。 男がいるから今の生活ができると思ってるよう。本当の力仕事はほぼ男性だからそれをやらずに済んでる。すぐ村八部にされそうで怖い。男性いなくなったら恋愛できなくなるから嫌だな。同性愛は無理だし。付き合いのための飲み会がなくなる。身だしなみに気を使わなくなるし掃除もそこまでしなくなると思う。女子校行くとそんな感じだしトイレも汚い。マジでそれ W。女子校出身者は女は綺麗好きとは思わんよね。 教室めっちゃ汚かったもん。男子の目があるからみんな猫こうむってんのさ。今の世界でも強い女と弱い女がいて精神弱い女を救うのが男だったりする。女だけの世界になったら性格きつい女たちが楽になるだけ。女性は古い家にこだわらないから、すっきりするかも。近所のあるママはよく挨拶無視とかするのに旦那さんもいる時はにこやかに挨拶してる。女だけになったらどうなるか目に見える。 結局価値観の基準は男性の社会を女性だけでどう維持していくかってのに染まってるのがダメなんだろうなと思った。これ女だけの世界だからそもそも今の社会じゃないでしょう。多分女だけでも維持可能な世界が構築されていくだろうし、男が作り出した社会でいきなり全男が消え失せたらそりゃ混乱はするでしょうよ W。 だって人口の半分がいきなりいなくなるんだから、女子校だったけど見た目も性格もジャイアンみたいな子が幅聞かせてたよ男子いないからが殺に騒いだりしてる子も多かった。これが驚愕だったらジャイアン系のが殺女子たちは男子人気ないと思うし、威張り散らす立ち位置にいなかったと思う。女子だけの世界になったら容姿よりも性格の強いのが上の立場にのし上がる世界できそう。今でも女社会で気の強い人が幅聞かせてるのに男性いなくなったらとことん遠慮なくなりそうで怖いわ。 出産しないなら育児しなくてよい。どういう仕組みかわからないが女子だけ生まれるってことか。夜が静かになる。結局女のカーストとかも旦那や彼氏ありきのカーストだからね。それが一切なくなったらそこをよりどころにしていた人はどうなるんだろうとは思う。体力の問題で結局実労働での貢献が一番のカーストトップになるのかもね。そうすると社会としては健全なのかもな。私は力仕事したくないからよろしく。私は事務員だから力仕事無理。 体が大きい黒人白人女性に権力握られる。同性からいじめられたり、毒母に育てられた娘が多いがるで女だけなら争いがないなんて無理がある。派閥ができて弱い方は滅びるね。男もそうだろうけど、これ日本の農村の主婦15人にして見ろって意見笑った、同年代の男女とかだったのかな。20代前半の男女とか。私の知り合いのおばちゃんなら無人島でも暮らせそう。何でも作るし、葉っぱとか食べられるものよく知ってるし、虫とかも全然平気。 料理上手だし、子供ができず絶滅するのではと推測します。警察が頼りない。一時の勢いの感情で核ミサイルを発射しちゃいそう。損で終わった後にめちゃくちゃ後悔するけど責任取るのは嫌だから他人に擦りつけることに悪気になりそう。私力仕事するからどなたか細かい作業計お願いします。宝塚現役時代の天海ゆきさんや浅見玲さんのような人が崇められる世界になる。毛深い女とか増える。自分で自分の性別を否定して悲しくないの 現実を直視しな体は女だけど心は男みたいなのでできてむちゃくちゃになりそうインフラ業が成り立たない何やってもいいわけだらけ何やらかしても被害者視点の主張だらけお客様がいる限り発展しないだろうなって思う男だけじゃまともに子育てできなさそう今ですら夜泣き起きないスマホ見ながら側にいるだけ女性的な男性がやるだろうけどめっちゃ不満でそう結局今と変わらん感じになりそうスポーツ観戦がつまらなくなりそう 野球とかサッカーとか。文明が衰退しそう。市上だらけの人事になりそう。前に将来は女性の遺伝子だけで子供が作れるようになるっていう研究がされていた気がするんだけどどうなったんだろう。研究の成果が出て本当に女性だけで世界が回るようになったら男性は反発するのかな。実はもうできてるとか。男子に細胞分裂のきっかけ与えて着床させれば妊娠しちゃうんじゃないの 生理休暇だらけで社会が成り立たなさそう。下水道業をやる人が激減してトイレが金持ちしか利用できない高級設備になりそう。災害時に瓦礫に仲間では誰も捜索活動をしなさそう。震災が発生しても全然救助来なそう。野戸震災の復興作業をしているのも男しかいない。歩道で平行歩きする人だらけでトラブルばかり起こりそう。女しかしない世界はいざこざがあっても50年持ちそう。男だけの社会って3ヶ月で修羅の国になってそう。 男だけの社会は女を養わなくていいから豊かになりそう。直接言わないけど陰口はめちゃくちゃイルクスした世間になりそう。イメージや思い込みや感情論で断定されまくる社会になる。魚とかはオ吸いなくなると一部のメスがオス化する。スポーツ産業が衰退しそう。美人です。女性だけの世界になったら生きづらいと思います。容姿が優れない人の方が多いので風当たりが強くなるはずです。 なので女性だけの世界は美人にとって損ですね。見出しなみを気にしない人が増える。女の世界で何がモテるかによるよね。何がモテるようになるんだろう。インフラとか整備できなくて崩壊するだろうね。今だって働いてるの男性ばかりだし。甘えられないじゃん。女は女に厳しい。無理だな。もしもの話をしてるだけなのに無気になってるガル男がいるな。着車女性のほとんどは男性と結婚という形で救済されてるから。 女だけの世界になったら結婚という逃げ道がなくなって苦しむ女性で溢れそう。そんな弱者女性ばかりじゃない。私の中じゃ無職の専業主婦とパート主婦は経済力低いから弱者女性だよ。日本の主婦の8割は専業かパート主婦だからほとんどが弱者女性。専業主婦と専業主婦の比率知ってる専業主婦の全てが弱者なわけじゃない。経済的に自立してないっていうだけで弱者だよ。グローバル基準では。自立していない時点で弱者。 依存体質が強い女性が多すぎるんだと思う女が男の代わりに全ての力仕事をやってくれるロボット作るよりも男が女の代わりに摂取してくれる女型ロボット作る方が早そう1年以内に滅びるいや冷静に考えてもし女性だけなら戦争なんかなくて口喧嘩だけで済むのにねみたいなのあったよね。まず専業主婦は淘汰される、ね w 犠牲相手がいなくなってどうなるか。普通に働くよ。子育てしなくていいなら働きたい女性多いと思う。職案の人が言ってたけど女性ばかりの職場は新人がすぐ辞めちゃうらしい。なぜかは大体想像つくわ。戦争が起きない。究極それだよね。過去の歴史見ても戦争を始めるのは男で、女は犠牲になってきた。えサッチャー知らないの過去に戦争した女性政治リーダーもいる。BL がなくなる。困る。笑う。 いっそ女が滅亡して男だけの世界で暴力と性欲の世界のが面白いのかもしれない。自我国民病になりそう。女性だけのスペースは必要だけど男性がいなくなるのはやだわ。推し活動したらいいの。私は基本的に女性に欲情しないんだけど女性だけの世界になったらどうしたらいいんだろう。正直、ネットなかったら一生一人に耐えられない人が大半だと思う。男だけの社会は普通に回るだろうけど女だけの社会は地獄になりそう。リアル宝塚。 フェミの攻撃対象が都合の良い男から同性に移って日本赤軍みたいな打ち毛羽崩壊しそう。男が女を養う理由なんてほぼ性欲由来でしょう。だから逆は起きない。それは男性に失礼だよ。